どうもこんばんは、小林隆史です。はい、今日は映画ですけどもね、デッド・オア・リベンジという映画のお話をしようと思います。今日も前半はネタバレ控えめで、後半別に思いっきりネタバレしちゃうよって感じなんで、心してみてください。ネタバレ嫌な方はね、そこは飛ばしてくださいね。そんなわけでデッド・オア・リベンジっていうのをネットフリックスで見たんですが、これもあんまり別に有名な人が出てるって感じの映画じゃないんで、まあなんか、ちょっとしたバイオレンスホラーなんだろうなと思って見たんですけど、ただ最後まで見てみたらね、なかなかこう深いものがあったのでちょっと紹介します。トレッキング中にね、まあ、だからなんかその3人で、男2女1でトレッキングをしてんですけど、でなんかね、どうやらここがかつて紛争地域だったところなんだっていうことで、である、とある瞬間にその男の子の一人が地雷を踏んじゃうんですね。地雷を踏んで、これ離すと爆発するっていうんで動けなくなっちゃう。で、それを助けたい彼女がいて、で、そこに通りすがりの現地人が来て、そっからひどい目に遭うっていうような話。胸くそ悪い話なんですけど、まあさっき言ったようにきっちりラストまで見ると、あ、そういうテーマでこういう話作ったのねっていうのがわかるような構成になってますんで、ちょっとね、途中までよりも全部見たときに、本当にラストの瞬間まで見たときに評価がぐっと上がった、そんな映画でした。あらすじいきます。ジョージアの人里離れた地へトレッキングやってきたアメリカ人の若者、クリス、アリシア、ダニエル、これ3人ですね。そこでクリスはかつての戦争で撒かれた大量の地雷の一つを踏んでしまうが、それは三角関係のもつれからクリスを恨むダニエルによる罠だったね。で、一歩でも動けば爆発するという極限状態の中、パニックに陥るクリスとアリシア。で、そんな二人の前に地元の男イリアが出現。イリアはクリスを助けたい一心のアリシアに異常な要求を次々と突きつけ、最後にはクリスの目の前で彼女をレイプしてしまうというふうになっております。そう、まあこの話聞いただけでも嫌な話でしょう。さあ、地雷踏んじゃったのは罠だったんです。で、なんでその罠をかけたのかっていうところもあるんですが、最初ね、この舞台が、よく、どこだかはよくわかんない。紛争地域だみたいな話をしたんだけど、どこだかわかんなかったんですけど、後半になって、ようやくその、ジョージアだっていうふうに言葉として出てきて、ああ、そうだったんだと思うんだけど、ジョージアってわかりますかね。かつてグルジアって呼ばれてた国ですね。で、だんだんと、まあ、これただのバイオレンスホラーじゃないんだなっていうのが、そういうところから分かってきたりするんですけどね。で、今言ったようにそのダニエルっていう彼がですね、地雷のいたずらを仕掛けたってことなんですよ。いたずらって言っていいのかどうか分かんない、ひどい話だからなんですけど、で、この理由はね、ダニエルとアリシアは婚約しててもうすぐ結婚するっていう2人なんですよ。で、どうやらこのアリシアがクリスと1回だけ不倫みたいな、なんか浮気しちゃったと。で、それがバレたことに腹を立てて地雷踏ませてやれってなったっていう、結構すごい話でしょ。だからそのダニエルっていう地雷仕掛けたやつがかなり頭どうかしてるじゃないですか、いきなり。だからそこのリアリティどうなんだろうと思ったりもすんのね。だってお話上聞いてると、そこでテントを張って一晩過ごしてる間にその浮気がバレたっていう設定になってるわけよ。あれ？それもしかしたらもっと前から気づいたのかもしれないけどね。で、ちきしょうこの女と思って、あるいはこの男と思って、地雷踏ましてやれっていろいろ仕込んだりしてるみたいな、ちょっと結構すごい話だよね。で、ま、その逆上するのはわかるとしても、そこまでするかなみたいなところは気には最初なるんですね。でもこれが実際にはちょっと最後に、あ、そういう話かっていうんで聞いてくるみたいなところもあるんでね。まあ映画自体は、ちょっと、なんだろうな、すごい凝った撮り方とか見せ方してるような映画じゃないんで、すごく魅力的な映画を見てるって感じはあんまないかもしれないんで、途中で正直嫌になっちゃう人も多いかもしれないです。ただ僕みたいにね、ラストまで見たら何かを感じるってこともあるかもしれない。そんな映画でございます。見る方はぜひ、最後まで見てみるね。我慢して見てみると、ああ、そういうことだったのか、ってなるかもしれません。はい。それではこの後はネタバレです。はい。というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。
はい、というわけでね、ネタバレの方に入って出てきますけども、その地雷踏ませた後、その旦那になるはずだったやつはプイって言って、もうほっといてどっか行っちゃうんですね。だからまあひどい話なんだけど、そうすると舞台には地雷踏んじゃった男の子、それを助けたい女の子の二人だけが残っている状態になる。でそこに変な猟銃持った汚いおっさんみたいな、現地人の汚いおっさんみたいなのが来るんですよ。それはイリアっていう人なんだけど、その人がおっと思って、何この彼助けたいのっつって、なんかひどい要求をどんどんしてくるんだよね。変態的な要求を、パンツをくれとか、そういうとこから始まって、それを犬みたいに取ってこいとか、まあひどいことをどんどんさせて、最終的にレイプして殺しちゃうまでいくっていう、まあ、すごいひどい話なんですよ。ただこれは、映画の前半部分なのね。で真ん中で終わって、あれと思ったら、今度はね急に話が変わって、そのイリアっていう汚いおっさんの家、奥さんと娘がいる家に舞台を移るんですよね。そうすると何年か後なのかもしれないけど、そこに生き残った、彼女は殺されちゃったわけだけど、地雷のやつは地雷が、まあ、レプリカっていうか嘘だったってことが分かって、その助かったんですよ。でその助かったクリスがイリアの実家になんかこう何気なく立ち寄った感じでやってくる。そっからリベンジ映画になっていくんだなっていう感じで見るわけですよね。あんな風に彼女をレイプされて殺されたやつが、その当の汚いおっさんの家に復讐に来たんだなという映画に変わると。で実際にイリアがアリシアにしたようなひどいことをさせるんです。そういう映画になっていくんですね。でまあどっちもやりすぎなんだけど、ひどいことをどんどんさせていくと。で急にこの映画の印象が最後の瞬間に変わるのは何かというとですね、まあ全部ネタバレだから言っちゃいますけどね、その娘をねストリップさせたりして、でロシアンルーレットみたいにやりながらってやってたら、な本当に弾みみたいに撃ち殺しちゃうんですよ、あの娘の方で。復讐みたいなことで考えると、復讐を遂げたことになりますよね。自分の彼女はまあもっとひどいかもしれないけど、レイプされて殺されちゃったと。でその大事にしてるその娘を今度殺しちゃった。だけどなんかね、そこに偶発性みたいなのが入ってるわけ。ここで殺す感じじゃなかったのに死んじゃったみたいな雰囲気があるわけね。そうするとそうしちゃった後に、急にその主人公がなんかちょっと戸惑ったみたいな、なんかこうすっきりするわけでもない、さっきまでは怒りに任せてこうやってたのに、本当に死んじゃ殺しちゃったって感じになるわけですよ。そうするとね、その後主人公の雰囲気とか態度とかね、なんかね急にこう変わってくるの。急に虚しくなったような、何なんだろうこの気持ちみたいな顔をするんですよ。すっきりしない顔で。だから見てると、どういう感じなんだろうこの人の今の気持ちって思ってると、最後の絵がね、その彼が一人で写っててちょっとしゃがみ込んでなんかぼんやりしちゃってるところに、最初に出てきた地雷の絵がオーバーラップするんですよね。地雷がふわーって出てくるので、これでなんとなくわかるんだけど、要するにその冒頭の地雷っていうのが、なんで仕掛けられたかっていうと、彼女が浮気したってことに対する復讐で、まあ地雷のトラップを仕掛けたわけなんだけど、それがこの前のそのレイプされて殺された悲劇を生んで、その悲劇がまたその家族を殺すって悲劇を生む、復讐が悲劇を生んで悲劇が復讐を生むっていう、そのなんか復讐の連鎖のお話なんだってことが分かってくるんですよね。そう考えると、その主人公っていうのは、まあ、怒りに任せてこんだけひどい復讐を遂げたけど、あの地雷のいたずらとほとんど同じことをしたんだってことに気づく。程度は違いますよ、全然程度も違うし、増幅されてるけれども、やってることって同じなんだよねっていうことに気づかされていくみたいな、まあ僕はそう撮ったってことだよね。そういうような映画になっていて、その虚しさみたいなものが映画を支配してくるというようなラストシーンになってるんですよね。だからまあそこでこの舞台が
かつて紛争地域であったグルジアだっていうことの多分意味がね、もちろん地雷が埋められてるそうな場所っていう意味もあるけれども、そういうなんて言うんだろうな、紛争の連鎖みたいなものも多分今言った復讐の連鎖とほとんど同じ形でやられるんだと思うんですよね。例えば自分が大事にしている家族が殺された、許せないっていう風にして殺し合いが始まるっていうことっていうのが、まあ、確実にあるじゃないですか、紛争って。だから個人的な復讐の話なんだと思って見てたら、実はもっと広い紛争とかその復讐の連鎖とか、もっと広い世界の話になっていくっていうようなお話構成になっていてね、ちょっと面白かったですね。そこまで感じたところで評価はグッと上がりました。すごくいい映画かっていうと分かんないけど、テーマとしてなるほどと膝を打った映画でございました。というわけで、デッド・オア・リベンジでございました。またね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。